フライング・スコッツマンはイギリスのロンドンとエディンバラを結ぶ急行列車の愛称である。その名の通り空飛ぶスコットランド人という意味である。また蒸気機関車でフライング・スコッツマンの名前を付けられた車両が存在する。鉄道開通以前の19世紀前半当時、首都ロンドンとスコットランドのことエディンバラの間は当時の主力な交通手段である。 駅馬車によって結ばれていた。エディンバラ駅の駅馬車は、空飛ぶ馬車と呼ばれ、約6 0 0トルの道のりを2日かけて走っていた。しかし当時は舗装されていない道が多く、乗り心地は悪かったと言われている。1850年、ブリテン島東海岸に沿って、ロンドンエディンバラ間が、グレート、ノーザン鉄道とノースイースタン鉄道により結ばれた。百五十二年には、 ロンドンのキングスクロス駅が完成した。1862年、ロンドン・エディンバラ間を急行列車が結ぶこととなり、この列車がフライング・スコッツマンと称されることとなった。エディンバラ駅の列車は午前10時にキングスクロスを出発し、10時間半後の午後8時35分にエディンバラに到着した。列車は途中、ヨーク、ニューカッスルなどの駅に停車した。当初は、 食堂車は愚かトイレすら設置されておらず、駅に着くたびに乗客が食堂やトイレに走った。用を足していたり料理を待っている間に列車の発車ベルが鳴り乗り遅れることもあったと言われる。当時のイギリスの優等列車には1等車と2等車しか設置されておらず、3等車は速度の遅い列車にしかなかった。1872年頃から他の鉄道会社との間で、 サービス競争が始まったが、このフライングスコッツマンだけは例外だった。三等車が連結されたのは1887年11月になってからだった。20世紀が始まる頃には、トイレや食堂車など、車内サービスも充実していった。ロンドンとエディンバラを走る線路のうち、イーストコースト本線の所要時間は、並行する鉄道会社とのサービス競争の中で短縮され、 1888年には、初めて7時間27分で結ぶことに成功した。2547号機牽引の、フライングスコッツマン A3 型4472号機、フライングスコッツマンコリドーテンダーの後部。進行方向右側に、通路、つまに、通路の明かり取り窓と、貫通歩路がある。1928年撮影1923年。 イギリスのスーパーの鉄道会社は4大施設に統合され、東海岸の鉄道会社はロンドンノースイースタン鉄道となった。A1 形状機機関車の一両である4472号機にフライングスコッツマンの車両愛称も付与された。1920年代終盤、ルナーはフライングスコッツマンのロンドンエディンバラ間ノンストップ運転を計画した。ノンストップ運転は 営業面では、必ずしも特策とは言えなかったが、ライバル鉄道、特に西海岸本線を持つロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道の看板列車、ロイヤルスコットとの競争があり、ルナーの威信を示すものとして、必要とされていた。長距離無停車運転の技術的な問題として、機関車への給水と乗務員の交代の2点があるが、給水に関しては、線路の間に水路を設置し、 機関車から走行中に給水する方法が従来より採用されていた。残る乗務員の交代に関しては、コリドーテンダーと呼ばれる客車から運転室までの通路付きの淡水車を導入することで解決した。コリドーテンダーは重量が製造され、A1 系及び A3 型から指定された機関車に装備された。百四十八年以降は全車が A4 型に連結された。 1928年5月1日、フライング・スコッツマンのロンドンエディンバラ間のノンストップ運転が開始され、ロンドン初の一番列車は4472号機が牽引した。当時のフライング・スコッツマンの客車には、カクテルバー、映写室、化粧室などが設置され、最先端のサービスが提供されていた。なお、ノンストップ運転は毎年夏季のみの運行であった。 1935年に導入された AA4 型の増備が進むと AA3 型は次第にフライングスコッツマンの経因から退いていった。フライングスコッツマンは第二次世界大戦中ドイツの爆撃機や V-1、V-2 が飛来する最中でもキングスクロスを午前10時に出発し続けた。A4 型69号機経員の フライング・スコッツマン第二次世界大戦後の1947年、イギリスの鉄道は国有化されイギリス国鉄が発足した。1950年代に入ると、ディーゼル機関車の導入で蒸気機関車は淘汰され、1958年には40型が現役機に充当された。1963年には55系デルティックが現役機となり、 さらに1978年からは HST が投入されて最高速度時速 200km 運転となる。1990年に東海岸本線の全線電化が完成してからはインターシティ225に置き換わった。車両は最高速度時速 225km となったが東海岸本線の信号システムの関係で運転速度は 時速 200km に据え置かれている。フライングスコッツマン塗装の91系機関車1994年のイギリス国鉄民営化に伴い、フライングスコッツマンの運行は東海岸本線の長距離都市間列車を担当する列車運行会社に継承された。民営化後伝統のキングズクロス午前10時発、エディンバラ午後1時発の列車として運行されていた。車両は インターシティ225の編成が使用され、イギリス鉄道801型に置き換えられるまで、ロンドンエディンバラ間を4時間半で結んでいた。民営化直後からは、グレート、ノースイースタンレールウェイが運行し、車両に、ザルート・オブ・ザ・フライング・スコツマンの文字を記して、運用していた。 2007年12月9日からは営業権がナショナルエクスプレスグループのナショナルエクスプレスイーストコースト社に2009年11月14日以降はイーストコースト社に移行し2015年3月からはバージングループのバージントレーンズイーストコーストによる運行2018年からはロンドンノースイースタンレールウェイによる運行となっている2011年5月23日から エディンバラ5時40分発ロンドン行きの片方のみの運行ではあるが、これにより所要時間は4時間に短縮された。フライングスコッツマンと名付けられる列車は、先の南行きのみであり、北高の道区間最速列車は4時間19分かかる。2019年8月1日より、日立製イギリス鉄道801系もしくは800型による運行に切り替えられた。 ありがとうございます。